今の池田さんの話にあったのはちょうど2009年頃の話なんですよ、うん、で、あのちょうどその頃からスマホが出てきて、うん、でスマホが出てきたの直前にやっぱり台湾 の、 あの MTK っていう要は通信チップを作ってるメーカーが国際標準に従って作っていくっていう話と今の話が合っていて、で、まあ、あのドコモが海外進出にうまくいかなかった最大の理由は実はそこにあって、うん、日本で作ってる通信チップセットでは海外では 3G が通じないわけですね。っていうことがあるんで日本の端末をそのまま海外に持っていけないからなかなか海外進出うまく、要は日本で作っている、まあ、レバレッジを海外の市場で活かせないっていう状態だったんですが、それがちょうど解消されていくのがこの電波の割り振りとかを調整したことと、それからまあ、あの日本のチップメーカーが全滅して台湾の MTK と、まあ、クアルコムもあるけど、まあ、何社かに集団されていくっていうのに移り変わるタイミングとちょっと同時だったっていうのがありますね。だからね、電波の問題ってよくね、あのオークションの話ばっかり議論になるけど、実はねオークションの前のその用途区分のところが大きいんですね。そこを総務省が今もうがっちり決める形になってるので、そこに業者の人々が特にメーカーの人々がねかなり早い段階から入り込んでこう官民で割り当てを決めていくと、うん、で地デジなんかもね、もともとはやっぱりそういうテレビ日本のテレビメーカーっていうのが当時は大きな産業だったから、そういう人々が自分たちの独自のそのテレビを守るために日本の独自のあの地デジをねやろうとしたわけですよね。それはまあある種ね産業政策としては僕は一時期まで意味があったかなという気もするんだけど、もう今となってはこういう状況になってはもう全くそういう意味がなくなったと思うんだけどな、どうですかね。あの周波数オークションがなぜできないかって話はずっと議論してきたんですけどね、うん、僕さっき通信放送の行政領域が狭いって話しましたけど、同時に僕は弱いと思ってるんですよ、うん、これは皆さんと意見違うかもしれない。僕は日本の官の力がとっても弱くて、で業界とかユーザーが反対した行政ができないっていうのが日本の行政の本質だと思ってですね、それは今のコロナの騒ぎ見てたら明らかで、1年経っても病床を増やせませんとかね、歯医者さんがそのワクチンも打てませんっていうのは日本のほか典型的なその行政の姿だと思ってるんですけど、通信放送も同じようなところがあって、これほど緩い行政やってる国も僕珍しいと思ってるんですよ。通信料金の規制も参入の規制もゆるゆるで、放送番組で何か問題があったらアメリカでもフランスでもイギリスでも番組の打ち切り勧告とかが当局からパンと出てくるけど、日本はそんなことしたことないです。厳重注意せいぜい、それぐらいの行政しかやってない。で周波数オークションに関して言うと、僕が現役の行政官だったら本当にやりたいですよ。だってそんな面白い行政っていうか政策組んで実装まででこんなダイナミックなことできるんだったらやりたいけど、できないでしょうね。だって政策のスポンサーがいないから。周波数オークションやりたいって誰が抱えてくれるのかっていう、端的に僕はその問題だと思う。だから通信業界は嫌だって言うでしょ、放送業界もなんとなく嫌だって言いますよね。でやろうとしたら多分通信業界は携帯の料金に転嫁してあげるぞって言って政治動かないですよね。その中で担ぐ人がいればリアリティのある話が出てくると思う、うん、あるとすれば財務省ぐらいじゃないですかね、うん、だから国庫の収入を増やしたいからっていうことで財務省に本当に力があるんだったら民主党の時だってあれもギリギリまで行ったんで、うん、できてたと思うんですけど、そこまでの力がなかったっていうのがリアリティじゃないですかね、うんうん、それでやっぱりね、そのこの問題はテレビ局と新聞社が問題の存在をほぼ報道しなかった。その周波数オークションの話なんかも新聞なんかでもほとんど出てこないわけですよね。それはなぜかというと彼らが当事者だから。でしかもその当事者であることによって、そのさっき申し上げたようにずっとね60年以上、まあ、テレビ業界っていうのはある種の放送船団でやってきたわけですね。でその仕組みは非常にうまく回ってるから、で役所の方としてもね、その仕組みをこう崩すっていうインセンティブはないわけですよね。でそこでじゃあそのプラチナバンドをね開けて新しい業者が入ってきたいって言ってるかというと、その初期にはねソフトバンクがそういうのちょっとあったけど、もうソフトバンク入ってきてからほとんどなくなったんですね。で、まあ、さっきね一応さんおっしゃったようにね、やっぱこういうのはね強烈にこう参入したいっていう業者がいないと役所も動かないんですよね。外圧で
がアメリカでもいいです、そう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 、中国でもいいです、うん、ガソンと日本にお金を持ってきたいからやってくれって話でもあれば、うん、ちょっとは何か議論が進むかもしれないですけど、そう、ね、今そういうのも聞かないっていうのは、うん、日本そのものに魅力がなくなったのかなっていう、ちょっと寂しい気もしますけど、ね、うんうん、魅力はないかも、まあ、日本には魅力はないと思う、ないでしょ、いやだから、その競争戦略とかそういうことに関してもなんかやっぱりあんまりうまくいってないんですよ、日本のこの通信行政の競争戦略って、うん、でも うまくいってないのにクビにならないんですよ、うん、で失敗したやつがそのままずっと、ね、谷脇不況とまで言われて携帯メーカーが全滅した頑強のやつが次の時間候補でまだ生き残ってたのかと思うぐらい人が変わらないっていうのが最大の問題点で、僕はやっぱり終身雇用の問題点だと思いますね、うん、これ本当だったらリボルビングドアでね、そんなの例えば僕がね総務省行ったらね、もう通信会社の弱み全部分かってるから、それはきついとこやりますよ。だからそういうことが達成できないからやっぱり日本の場合ダメじゃないですかね、うん、そんな官僚は官僚で安い給料使うと、いや22歳でね官僚になったならない限りは官僚はできないってことでしょ、この国は、うん、それは無理だわね、うん、だからねそこはね、この問題ってあんまりこう官僚が悪い悪いってい こう割とワンパターンの話にはまるんじゃなくて、むしろねさっき中村さん言ってましたけど、日本の官僚って調整をやるだけでね、それからもう一つは情報がないんですね。要するに規制の中身っていうのはほぼ丸投げになってますから、例えば通信規制なんてのはね、NTT が法律変えてると言われるぐらいもう全部丸投げになってるわけですよ。で総務省の上の方の人は、まあ、いわばね、NTT の変えた法律を直すだけみたいな感じになってきてる、極端に言うとですよ。それかなり昔の話ですよ、ね、そうですか、うん、だから僕が役所に入った頃だから40年前か、うん、その頃はそれこそそういう制度改正をやってる部屋の半分ぐらいが、うんうん、当時の天然構想の人でって、はいはいはい、だけど今はそんなことがないんじゃないですか。そうなんですか、うん、その辺はもうだいぶ変わってるんですか、昔に比べて。そこは20年育てましたからね、そこはだいぶ変わった、うん、だから そこを20年かけてギュッと集団として育ったっていうところの今の問題だと思うんですよ、うんうん、そこがもう一つの専門集団になってしまっているっていうことが、うん、まあよくまあスペシャリストにはなったわけですよね、うん、総務省のあの辺の人たちは、ね、でもなんか行政はずっと失敗してますよね、うん、もうまさにそのビジネスモデル研究会っていうのがね、うん、2007年にできたけど、ビジネスモデル分かるやつ誰も滅いないし、有識者もあんまりこう名の通った人いないもんね、総務省の有識者会議って総務省僕なんか一回も呼ばれないんですよ。内閣府とか経産省とか他の省庁めっちゃ呼ばれますけど総務省だけは絶対呼ばれない。総務省の行政っていうか仕事って何かっていうことにもよると思うんですけどね、僕はその基本的にあそこはインフラの官庁で、デジタルネットワークを整備する、通信も放送もっていうのはこの20年の最大の仕事だったんで、その点でいうと海外と比較をすると僕は結構うまくやってきたんじゃないか。僕辞めた頃の評判ひどかったもん、郵政省が郵政省解体されて総務省になる時の、ね、少なくともそのキャリアの力が強すぎるっていう、まあ、強いキャリアを作った俺に当てつけのようにまあ谷脇に言われましたけど、しかしですよ、その時の彼の政策目標はキャリアの力を弱めるためにインセンティブを規制してメーカーが海外に出られるようにするんだって言ってやった結果メーカー全滅したんです。これ一つ産業滅ぼしたんですよ。これうまくいってないですよ、うん、産業一つ滅ぼしたんだよ。通信放送のインフラ整備という点で、日本よりもうまくいってる国を僕は逆に知らない。じゃあ、うん、インフラ整備はそうだとして、こんなに高い携帯電話料金 で各社がね3社いて河川市場で1社ずつ1兆円近くずつ利益上げてると、あ、おかしいでしょ。通信放送分野の行政が狭いっていう問題がそこに僕一つあると思っていて、だから機器行政、コンピューター行政だとしたらバラバラになってるって言ってね。だからメーカーのためにとか言ってあんなめちゃくちゃなことをやっちゃいけないよね。もしインフラの整備が究極の目標であれば、でビジネスモデルに関与したわけです、うん、ところがそこにスマホが入ってきて、スマホの方はインセンティブを、インセンティブ規制かけないから、もうめちゃくちゃですよと思う。行政だからビジネスモデル、それと MVNO も失敗だよね。
こんなにわけわかんない MVNO をたくさん入れちゃって、うん、でもうめちゃくちゃなことになって今や MVNO で詐欺で捕まるやつまで出てきてる、うん、こんなにたくさん MVNO を認めるなんていうのもこれも失敗僕は思いますけどね、うん、まあ、今回のね話の一つ あのきっかけはあの菅首相になって携帯料金を4割下げるっていうねこれがまあ今回のシンポジウムの一つのきっかけだったわけですけども、これもそのまあいわば谷脇さんはねその4割下げるっていうのをまあ実行する実行部隊だったわけですよね。でそれをまあ結果的にはあのドコモにまあやらせるという形でやったと。でその過程でドコモが持ち株会社にね完全にこう 100% 会社になるという非常に大規模な史上最大規模 あの企業買収があったわけですね。4兆円以上の。ところがこれがほとんどマスコミでは何にも報じられないまま、あの競合他社がね反対の声明は出したけどほとんどそれも報じられなくて、なんかなんかなんていうかそのあんなに大きなね4兆円以上のその子会社の買収っていうのがほとんど報道されないままにドコモは 100% 会社になったわけですね。でこれがある意味で言うとその菅さんが NTT にこういうことを聞かせるきっかけになったわけですね。でこのねあの4割下がったっていう、まあ、4割も下がってないと思うけどね、あのアハモで値段が下がったっていうそれ自体はあの利用者にとってはね結構なことだと思う人が多いと思うんですけど、それは本来はあの競争の中であの値段っていうのは決まっていくべきものであってね、こういう形でそのコマンド&コントロールで総務省がその値下げを強要するような形というのは本当にいいことなんだろうかと。この辺はどこにいらっしゃった夏野さんどうですか。いやっていうかあの料金が下がらなくなったのはソフトバンクのせいですよ。え、そうなの？いや、だって参入者としてソフトバンクが入ってきて、で料金をものすごい下げた、うん、競争をして、うん、である程度シェアが出てきた時からはもう一番料金値下げに消極的になったのはソフトバンクで、うん、それはソフトバンクが利益上げてその利益上げたお金で海外投資してるから、うん、だからあのこれはつまり新規参入者としてのソフトバンクの役割がもうソフトバンクは辞めちゃったんで、だから総務省はそれで今度第4のって言い出したり、うん、MVNO って言い出したりって言ってわたわたとしてるわけですけど、うん、ということなので構造的にやっぱり電波ってどの国でも3社とか、うん、まあ、あっても4社ぐらいしかない状態に、まあ、なっていますから、そういう意味で言うともうちょっと強烈に料金指導かなんかかけた方が良かったんじゃないかなってむしろ僕はそう思います。うん、でガス会社とかあので電力会社の料金体系って今は届け出制になってますけど、昔僕がいた頃は結構料金シミュレーション料金認可制だったん で結構ギチギチやられるわけですよ。それはあの自然独占をある一種認めるためには結構ギチギチやって、事業報酬率も 7% とか 7.5% とか決められていて、でそれ以上に利益が出たらもう値下げしなさいっていう指導が入るんですけど、やっぱりちょっと携帯電話会社儲けすぎだよね。20% の利益率とかってありえないですよね。超大規模な規制緩和をしたのが90年代の終わり頃で、まあだから携帯がまだ大きくなってない、そうだから認可料金の認可制をやめた、参入の許可制をやめた、外資規制も撤廃をした、それで NTT 再編をやった、うん、まあ、その時の担当していた課長補佐が谷脇さんだし、僕は官房で法令担当だったんでその時のことはよく覚えていますけれども、その時にやって20年経ってでその競争政策っていうのがこうガチッとこう組み込まれてしまった市場の中で動かなくなったよねっていうのが今回の全然別のやり方の4割下げられないかっていう話で、かなりその行政的には無理筋ではありますよね。ただその口頭指導に従うっていうのはその2007年の時に菅さんが総務大臣の時にそのビジネスモデル研究会で携帯電話の値段がね1万5000円とか1万円だった時に急に5万円に上がった時ですよ。あれも口頭指導で各社の社長をあの 菅大臣が呼んで口頭で言っただけで、次の4月からみんなで一斉にそのインセンティブつけるのやめましょうって、これは渡りに船だったんですね。インセンティブで競争すると利益を圧迫するからやだやだっていう、そういうだからそういうズブズブな関係はずっとあって、でそれがだから
本当に良かったんだろうかどうかっていうことだけど、少なくともそういう、まあ、あの公的な資源を使ってやってるビジネスなのに利益上げすぎ問題っていうのはやっぱりもうあの国民の心にも刺さって、菅さんが総理になって今ここに至るって、まあ、そういうことだ。ただ NTT はもともと60、まあ、人事権完全にあのドコモの人事権完全に握っていたし、これが66%、67%が 100% になることが何か今までと大きく変わることがあるかというとほとんどないと思うんですよ。そうなんだ。だって人事権完璧に握られてるし、66% ぐらいで67/3持ってないけど、ほとんどの議決通せます、マジョリティだから、で連結もフルにしてるし、だから僕はそこがなんか交換材料になったとは実は思わないです。あ、そうなんですか。あまり思わないです。そんなに NTT にとっても美味しい話じゃないし、あの NTT にとってみるともっとグループの結束して世界で戦いたいっていうのはずっと澤田さんが言ってたことなんで、それを実現する手段として今回のこれをやってるわけですけど、ただその反対する人はすごくたくさんいて、で今回だから文春に出てきてるデータもあれ明らかに NTT の内部資料が出てるわけだけど、それは反澤田の人たちがやってんじゃないかなと推測するぐらい、だからなんか物手を挙げて NTT にいいことがあるような話でもないんで、なんかみんなで寄ってたかって反対をしているあの KDDI とかの神経がよくわからんです。そうなんですか。あんまりそこでものすごいメリットがあるとは思わないんですよ。もうすでにグループだしマジョリティ持ってるから。でね、あのこういう電波行政の話するとずっと20年前から出てくるのは、あのいわゆる日本版 FCC っていうのが、はい、もう必ず出てくるんですね。それはもう20年ぐらい前からね、当時の野党だった民主党がね、あの日本版 FCC 法案っていうのを僕のところ持ってきたりして、ね、その当時からあの民主党はその独立行政委員会で電波をね規制すべきだというのを言ってきて、で彼らが政権を取った時にそういうことをやろうとしたんだけど、それを総務省に蹴っ飛ばされて何もできないまま現在に至ってるわけですね。でこれ電波改革という話をすると必ずその独立行政委員会というのが出てくるんだけども、これは中村さんね、その当事者だった立場としてどうですか。まあ僕は郵政省にいた時に最初に出てきた橋本行革での独立行政委員会か、97年の夏でした、そうしましょうという行革会議の中間報告が出て、僕はその一役人でありながら反対ですと言っていろいろぐるぐる回って、最終的には総務省の内局に入るということで決着をしたんですね。でそれから10年ぐらい経ってまた民主党政権で独立委員会日本版 FCC 構想っていうのが出て、その時も僕は言ってたことは同じで、で今回またなのでこう10年おきぐらいにその同じ話出てくるんですよ。僕同じことを言い続けているんですが、今回ちょっと条件が違うんであえて反対しませんけど、僕言ってたのはもう1点だけです。規制強化になりますよ。それだけ。独立したら通信放送の規制しかしない役所を独立させて、誰からのコントロールもこうないようにするんだったら、それは現役の官僚たちは喜んで規制やりますよと、いいですかっていう、僕自身中にいてそういう心配があったので反対をして潰れたということなんですけど、今回はまたそれでそのようなこうタコツボ状況の中でダメじゃないかと言われているんで、さてもう一回見直す必要はあるかもしれないなとは感じてます、その辺は安住さんもね当時の関係者ですよね。いや関係者じゃないですよ僕は、あの、どっちでロビングをしたこともなければ、うわ大変そうだなと思って見てたっちだけですけど、僕は、2つの意味であんまり賛成ではないですね、1つは、まあ、もうありてに言うと、作ったってろくなやつが来ない、人材の質で言うと多分今総務省にいる人の3割とかその程度の才能しかない人ばっかりだ、いやもう、多分これは現実に役所でそういうことをやった時にどう人が来ましたかっていうのを見て、でトップ誰にするんですかと、例えばそれをやって政治家とも既存官庁とも渡り合えて、かつその組織の中で尊敬をされるようなトップってそう簡単に見つかりませんよ、まあ一つは思ってるんですね、ただ
もう一つ思ってるのは、実は僕は案外うまく、これ独立委員会じゃないですけど、回ってんじゃないかと思ってる組織が、まあ、池田さんはあの原子力規制委員会と言いますけど、うん、あと実はね金融庁なんですよ、はあはあ、あれは委員会じゃないけれども、うん、監視監督機関として、うん、少なくとも財務省の中にあった時よりもいい仕事してるぞ、うん、これはと、うんうん、でね、あれは何でかっていうと、権限をだから FCC 作るのなら作るでいいんですけど、うん、ギュッと焦点を絞って、うん、だから例えば電波の割り当てならそれでいいんですけど、こことこことここだけをやるからお前ら独立委員会なんだっていうことを入り口でよっぽどきっちり縛らないと、中村さんが言ったように、いや全部規制が強くなりましたね、うん、おしまいっていう話になるので、うん、その人的な構成の問題と自分の守備フィールドをどこにするんだっていうことをよっぽどきっちり決めないとどうしようもないものを作り出す可能性で、あの民主党の時にそういう話をしてたのは、まあ民主党の政策ってそんなのばっかりですけど、うん、そのFCC っていう名前に憧れてるんですよね。何をやるかとかほとんど詰めないで出してくるからダメなんですけど、その作り方によっては機能するし、作り方によっては中村さんが言ったように今より悪くなるっていう、うん、そういうことだと思います。ただそういう意味で言うと、うん、今までその通信機器の歴史ってやっぱり日本方式っていうものを官民を挙げて作ってきた歴史なんですけど、もういよいよないじゃないですか。ないですね。で、まあ、日本方式っていうのは間違いですよ。僕ら経産省に違う、当時の通産省に行って見てた感じで言うと、電電公社方式です、あれは。うん、まあまあでもあの無線の世界はまあちょっと違うんですけど、無線はね、ちょっと違う。で、あの固定の世界もなくなりましたと。うん、で無線の世界ももうほぼなくなりつつあって、ね、でまあなんか 6G でっていう話してますけど、必ず国際標準にもなるので、 5G と同じようにですね、日本の貢献はあったとしても、それはなんかそのそれが一応制度的な方式にイコール紐づいて日本のマーケットを提供することでまず花開くみたいな、その 3G はそうだったんですよ。 3G っていうのはやっぱり官民一体となって、まあ標準化競争の中にあったからそういうストーリーたどったんだけど、もう 5G、6G になってくると、もうそんなこと日本の狭い日本の市場だけでやってたって、もう全然競争力ないんで、そうするともうその機器メーカーとの蜜月みたいなことはもう総務省の少なくとも通信機器においてはほとんどなくなりつつあると思うんですね。それからあのテレビの方もですね、テレビはもう完全に日本方式で、日本方式で、だから日本のテレビは海外持っていくと使えないわけですけど、これももう別にそんなに日本方式こだわる必要あるのと、あとは NHK の技術部隊がもうすごくこだわってるんですが、うん、しかしそれじゃあもうあの日本人口も減っていくんで、ほとんどこの先日本方式やってもあんまり意味がないっていうのが先が見えちゃってるんで、うん、そうなってくると、そのこの機会にもう規制の部分だけ取り出してインデペンデントにするっていうのは、この機会はありかもしれないですね。でいつからでも20年前とは違う、うん、あの安村さんが金融庁とおっしゃって、金融庁は別に独立でも委員会でもない、それでも規制をきっちりするじゃないですか、うん、独立したら僕もっと公取みたいにきっちりすると思うんですよ。でそれを求めるスポンサー誰かっていうスポンサー問題に僕戻るなと思っていて、例えばアメリカやフランスのその独立行政委員会がやってることを知ってる業界の人、通信でも放送でもそんなあんなになってもらっちゃ嫌だと思うわけです。きついもん、バンバンなんだか不透明な行政で命令してくるから。でイギリスみたいになっても困るような。でアメリカの FCC でいうと、アメリカは FCC があります、司法省もいます、大統領府が何か言ってきます、そこに USTR が横から何か言ってきて、で州はバラバラで言うこと聞きません、うん、裁判所に伺いを立てなきゃいけない、そんな困るわけですよ、うん、でだからその誰が望むのかっていうことで言うと、業界がそれやりましょうって言わないから実現しないですね。で経団連が3年前にデジタル省っていうのを提案しました。情報経済社会省、これは僕ずっと省庁再編以降言ってる僕の
文化省の構想と全く同じなんで賛成なんですけど、それは通信放送行政もあれば文化庁の行政もあれば経産省のコンピューター行政もあれば知財本部も IT 本部も横くくり一緒にしませんかと、まあ、さっき狭いのが問題だと言ったんですけど、もっと広い行政でその行政のあり方考えた方が生産的なんじゃないかなと思っていまして、これも10年ぐらい前に中村さんとか名村淳さんなんかが情報通信法っていうのをね提案して、そのレイヤー別に規制しましょうというのを出して我々も応援したんだけど、あれはもうその後ほぼ立ち消えになっちゃったんです。いや、あれできたんですよ。できた。あれはもうやって、だから通信放送の当時11本ぐらいあった規制法、うん、有線テレビジョン放送法とか、うん、そういった放送を廃止して4本に減らしたんです、うん、放送法と電気通信事業法と電波法と有線電気通信法、つまりネットワーク法とサービス法とコンテンツ法にスカッと整理して、でその時に電波の大幅な規制緩和をしたんです。それは、一つの周波数帯を通信や放送両方に使ってもいいですよ、いろんなことができるようになった。だけど業界がそれ使ってないので、そうそう動いてないっていう、そういう状況なんですよ。で、逆に言うとそういう行政の仕事をだいぶやっちゃったんだと思うんですよ。地デジも整備したし法台形も整備したし、融合もやったしっていうことで、行政自体やることが縮んでいて、もう事業者行政じゃなくて消費者行政に移るとか、個人情報保護だとか今回のデジタル庁の話だとか教育の情報化だとか、そういうふうにこうアジェンダがどんどん変わってきているのに同じところでとどまっていて、みんなこうちっちゃい役所でタコツボになってるから、なんだかおかしなこんな話が出てくるというふうに僕は思ってます。なるほどね。僕なんか の印象はね、だいぶちょっともう昔の印象でアップデートされてないのかもしれないけど、やっぱりその頃の総務省の一番エリートはやっぱりそのインフラ規制ある人たちだったと思うんですよ役所の中でね、谷脇さんみたいなああいう感じの人がエリートだったと思うのね。ところがもうそういうところは今の中村さんの話だとほぼやり尽くしたと言っていいわけですか。僕はだいぶやすべきこと、だから通信自由化の頃に思い描いていたインフラを整備して豊かにするっていうのはだいたいやったんじゃないかな、まあ、なるほどね。確かに、まあ、NTT の話は知りませんけど、知りませんというかそこまでは僕は今回調べなかったけど、冒頭出てきた東北新社の話だとね、あれは何のためにじゃああんなに高い会食を何回もしてたのと、いや本人が食べたかったんじゃない、いやそれを言って会食なんてね、とても分かりやすい。いや、まあ、本当にそれで買収なんかできませんよ。いやだからいいワインとね、ほとんどの会社の接待なんていうのは接待する側が飲みたいから接待してる。いやだからまさに側がでしょ、接待する側が飲みたいんで、いやだからそういう話で、いや書いてあったのはねそのいやいや僕は報道されてることを言ってるだけで、僕の意見言ってるわけでも何でもないですからね。いや実は東北新社っていうのは、まあ、今言われてるように放送業界全体が今地盤沈下を起こしてるじゃないですか。で彼らは3つの放送チャンネルっていうか放送会社を持ってる。だけどどこもその収益率が非常に悪くなってきていると、なのでいやもう最初から儲かってないですよ、そうそうそう、あれよくやってるね。なんか権利取れるんだって。 BS の あの番狂なんてみんなそうですよね。で何かでしょ、あれよくやってるって。そこで儲けてた。さらに総務省にお払いをする、あるいは通信衛星なのか放送衛星なのか知りませんけど、利用料を負けてほしいなという願望があってやってたんだという、もっともらしい解説をしている記事があるんですよ。いやそんなの簡単に変えられないんで、ちょっと払い続けてもらったら大丈夫です。でという話であって、イミジクもね、そんなことを言われた、中村さんがイミジクも言った通りです。そんなものをそう簡単に決める権限は俺たちにはないよ、ない総務省にはね、だからそれは結論だけ言うと夏野さんみたいに、いや自分たちが食いたかっただけでしょみたいな感じになっちゃうんだけど、実はそんなにない、総務省もそれ以外の官庁も、っていうことをが実は実態なのかもしれない、だって逆に嫌ですよ、そんな5万円だの10万円のご飯食べさせてもらったぐらいで動きますよ世の中。そうそうそう、そこだからね、あれだけを問題するのはおかしいわけよ、ね、本当そのバカじゃないの、むしろ歪償化してるんですよねマスコミでね。いやそうなの、本質的な問題は全然捉えてない、そのさっき中村さんが言ってた、その実は業界がいやこれだけできるようにしたんだけど業界がその中で動いてないっちゃ話でね、まあ、これだいぶ昔ですよ、僕がまだ役所にいた頃ですから20年ぐらい前で
ですけど、まあ、たまたま昔の行政の関係でオリックスの宮内さん、彼規制改革推進会議の議長をやってましたから、うん、彼がですねどっかに書いたか、まあ、僕も聞いたんですけど、いや俺は規制改革大事だと思ってずっと旗振ってきたけど、だん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 話がディープになってきたら反対意見やってるやつらの向こうにね全部俺の知ってる顔が見えるって言ったんですよ。だから本当は実は行政ができることってそんなになくて、それを止める、ね、ただその放送とかに関して言うと今規制改革でやってるのを見ると、うん、その本来省庁っていうのはそのまあ常日頃から飲み食いでもいいですけど、状況を聞いて困ってることとかあったらそれを吸い上げて法制度とかね規制を少し改革してまあ全体産業がもっとうまくいくようにってやっていくんだと思うんですけど、なんかねそのまあ僕はドコモにいた時もそうなんですけど、やっぱり総務省に向き合っている民間の側のその担当の人たちっていうのは事業やってない人たちなんで、うんうんうん、どちらかというとねやっぱお伺いなんです、忖度なんです、まあ、昔のあれですよね、大蔵省のモブタンですよね、いやもうまさにそれ、うん、で事業やってない人なんで、うん、それで、うん、その事業やってる例えば僕がねやってほしいこと山ほどあって、こんなのこんな規制するのおかしいじゃないですかって言ったら、その意味軸の谷脇さんがそんなの今初めて聞いたと、ドコモからそんな話を聞いてんで、いや僕が役員として今話してますよとか言ってもええー、なんですよね、うん、というようにそのなんか制度疲労を起こしてる感じはある、うん、つまり本音で本当はどうしたらいいので、今回もうあの例えば民放ローカル局をもうちょっと経営の自由度上げた方がいいんじゃないっていうのを規制改革の側から言ってんだけど、うん、それ変な話で、そんなのなんかそもそも総務省の方からね、うん、いやもうそうローカル局やばいんじゃないかって出てきていいんだけど、うん、ローカル局も総務省にあんまり言わないんです、うん、だもっと自由にしてくれとも言わないし、うん、総務省の方は総務省の方で、いや民放からそのこれあんまりご要望ないんでっていうんで、僕は一生懸命ローカル局の社長とかに聞いて、うん、いやそういう風に芸能人であかんだったらまあ嬉しいかなって言ってくれる人を俺が見つけてるみたいな話になってる、うん、それもおかしな話でしょ。でアンケート取ると、いや経営の自由度を上げるのはのために規制緩和するのはマスメディア集中排除原則の原点をねいじることになる可能性があるっていう意見がローカル局から出てきたって報告されるんだけど、それローカル局の人が考える話じゃないんだよ、それは政治と官僚が考える話で、お前そんな一言の話すんじゃねえよみたいなアンケート結果が出てきた。推進会議の内部資料を僕ちょっと見せてもらったんだけど、今回あの各局にアンケート取ったら 60% 以上が集中排除原則なんとかしてくれっていうのが、あの要するに緩和を要望するというのが初めて 60% 達成しました。だから、うん、やっと来たんだけど、やっと来てると思う、来たんだけどもそれを言わないん、ああそうか、個別に言わない、もっと早く言えよみたいな、うん、ね、総務省の官僚の人だっていやいやそれだけ少し緩めてもいいかなと思ってる人は絶対いるはずなんです。あ、いますよ、それは、いますよ、ね、これはだからもうずっとみんな思ってると思うんだけど、だから企業の人はみんなそう思ってるわけということで、民放の側も言わないし、うん、なんかあんまり言っちゃいけないんじゃないかとか言う、だからやっぱりそのコミュニティのこうクローズドネスがなくなっちゃったっていうのは、うん、なくなってるのかなっていうのは印象としてあります、ね、そうね、むしろ逆にその辺の業界の力がなんかね弱まっちゃって、なんか業界も、それがねまた民放連に聞くと全体の集約したことしか言っちゃいけないんで、その個別の一部の人が言うことは吸い上げられないんですよ。そうだからやっぱり制度疲労なんだなっていう感じはあります、うん、この問題ね、ちょっとそのテクニカルな問題をご説明しますと、そのマスメディア集中排除原則っていうのがありましてね、これは日本のテレビ局っていうのは全部県域免許で、その各都道府県ごとに免許もらってるわけね。ところが各ローカル局っていうのは自分とこの県だけでは広告ではビジネスが収益が上げられないので、キー局から番組を供給してもらってるわけね。でその供給してもらってる番組にお金を払ってるのかと思うと、実は番組供給してもらってお金までもらってるというね、世界一楽な仕事をやってるわけで、これは昔はねものすごくおいしい仕事で、僕はそういうのを電波利権っていう本で書いたら、もうすっごいもうごうごうたる批判を浴びたんですけど、今はねもうその状況大きく変わっちゃって、テレビ局全体がこう地盤沈下しちゃってるから、
ローカル局はもうやっていけなくなって、でしかもそれをキー局の補助金で、その電波料で養ってますから、キー局の方も赤字ローカル局を養う財源がなくなってただからそれはもう周知配信原則ってね、あの企業買収してはいけないというあのルールで、昔はね多少意味があったんだけど、今はローカル局の 90% 以上の番組はもうキー局からあの配給してもらってる番組だから、その別に多様性とかなんとか全然意味ないわけで、だからそれはもうやめた方がいいんじゃないですかと。それはキー局がローカル局をね買収して全国一元化してネット配信とかなんかね、あのやれるようにした方がいいんじゃないですかっていうのを、僕が2018年にね、その内閣府の意見書で出したわけ。そしたら内閣の人に呼ばれてね、ちょっと池田さんこれあの意見書あのやめてほしいって言われてね、あのそのペーパーは残ってるんだけど、あの未だにねその世に出ないままに置いてあるんだけど、でも多分それの一つの理由はやっぱりキー局もそれあんまり嬉しくないんですよ。あ、そうなんですか。だって別にネット配信しちゃえばローカル局いらないじゃん。でも今はあそうか、著作権を改正したらそれできるようになるんだよね、うん、これがまたややこしいところ で今著作権改正も規制がかかる、そうそう、それができるようになったら逆に言うともう周知配信原則をほったらかしでキー局が自分で勝手にネット配信してもいいわけですよね。あ、知ってますよ、だからね、うん、うん、全国展開してる。そうなると今度はローカル局が置き去りになっちゃうじゃん。僕は今回のテーマ、まあ今日の議論とは全然ずれるんですけど、うん、僕はむしろローカル局同士のあのもうちょっと権益を超えた、うん、で隣接県の経営統合は特例で認められてるんですけど、うん、隣接県だけじゃなくて、うん、例えば中部地区とか東北一局をもう統合して6局あの1個になっちゃったら、少なくとも役員の数6分の1になりますから、うん、もう地方局って本当に5、60人とか、まあ、小さいところだとね、うん、でそのうちなんか8人ぐらい役員いるとか、まあ、そんなことになっちゃってるんですよだからもうね経営統合しないと成り立ってない、うん、でもっと言うと47都道府県っていうのがもう破綻してるんですよ、うん、今人口100万に満たない県っていうのがあの10個くらいあるんですね。100万に満たない世田谷区より小さい県庁がいくつかありますからね、うん、世田谷30万ぐらい、え、世田谷80万ぐらい、100万ぐらい、100万ぐらい、うん、世田谷が一番多い、え、だから 100万以上、100万人以下っていうのはもう8件ぐらいあるんですね、うん、そうするとね、そこだけでローカル局やってたらもう合わない、そうそう、鳥取55万人ってるわけ前から、まあだから世田谷ケーブルテレビ以下ってことですからね、うん、みたいな話になるんで、だからそういうしわ寄せが鍛える中でどういうふうにやっていくかっていう、まあでもあれですよね、今夏野さんが言ったみたいに、あのだから地方局のネットワークを一番持ってないのテレ東じゃないですか、うん、だからもう明らかテレ東が一番ネット配信熱心ですよ ね、 そうね、もう要するに失うものがないんですよね、 ないのと、うん、多分なんだけど最近テレ東の番組が当たる率が上がってるじゃないですか、うん、あれはね多分それとも僕は関連してんじゃないかと思ってですよね、うん、だから他の局も、うん、あれを見てたら俺たちこれじゃまずいぞって思わなきゃいけないと僕は思うんですけどね、うん、それは思ってんですけどね、思ってる、うん、夏菜さんおっしゃるようにローカル局問題が放送行政の最大の問題にもうなってる、それは総務省も重々認識していて、うんうん、おそらくその話がこれから大きくなって、うん、夏菜さんのところに行くんですよ、規制改革会議ね、と、うんうん、今年で終わり、ね、任期もうちょっとやってもらわないとまずいんじゃないかな、もうちょっと時間がもういい、あの、ね、いいこと何もなかった、それを制度でどうにかしようとすると、残ってる制度ってマスメディア集中排除、うん、それから権益免許、ね、うん、あとは外資規制、うん、それから NTT の出資規制、うん、NTT が特殊法人だから、うん、そんだけで縛ってるっていうのを緩めるかどうかぐらいしか手段がない、そうで、それを民法側が要望してくるかどうか、うん、してこないと総務省は動かないって、そういう構造になってるわけですよ。あのこの話非常に、ね、テクニカルな問題があるんですけど、あの実はさっきね中村さんと僕があの意見一致したのは、著作権というのは実は非常に大きかったんですね今までね、うん、でそれほとんどの人がこれもねマスコミがあの報道しないから分かんなかったんですけど、著作権法によって今は県テレビ局は権益免許を受けてる権益でしか放送してはいけないっていうふうになってたわけ。ところがそれをあの河野太郎さんがなんでこんなもんあるんだっていうことでぶっ潰して、あの今度はもうあのネット配信がね日本中のどこの局もできるようになった、放送派でのみ著作権の特例が認められるっていう、
だから同じ番組をネットで流した時は認められない、それじゃあっていうんで、ネットで流した時にこの権利の関係により見れませんとかって、なんか蓋かぶせっていうんですけど、こう静止画が出てきちゃうっていうのが起こっていた状況のことを今言ってます。それを放送だけは例外っていう、これはね世界的にそうしてるんですよね。で世界的にそのネット配信でマルチキャストが始まった頃に、あマルチキャストってこれ放送だよねということで、世界的にはねもう全部それは放送扱いになったのに、日本だけマルチキャストは放送ではないと、 IP 放送は放送ではないっていう、わざわざ著作権法改正を2006年にやったわけです。で僕らそれ大反対したんだけど、結局それやっちゃって、で結局テレビ局が自上自爆になったのね、権益の外には放送できなくなっちゃった、ね、ネット配信もね。でそれが今度河野太郎さんが何やってんだということで、もうあれ簡単に潰れましたよね。ほとんど、いやいや大変だったんだよ、大変だった。河野大臣が来る前ずっと1年僕やってて。あそうなの、僕は知らなかった。もう大変だったんだよ、文化庁でも揉んで、知財本部でも揉んで、揉んで揉んで、そう大変。あそう、でもまだ法案が出てる段階で、通ってもいないし、まだ通ってもそこからその業界同士話ちゃんとしなきゃいけないから、まだ収まらないし、まだ収まらない、時間かかって。もう出てはいるんですか。そう出たの、やっと出た。改正案は出ました。でもこれまだ取っかかりなんだ。でもうちょっと広めに行かなきゃいけなくて、まだ拡大集中許諾とかいろんな話が残っている、うん、なんですけど、まあとりあえず突破口を開けましょう。そうか、それは僕も知らなかったけど、マスコミにはね最後河野太郎さんがやれって言ったところだけが、まあ、報道されてるわけですけど、まあ著作権法はそういう意味ではある程度、まあ、ハードルは超えたと。そうするとおそらくね次は集中排除かなと、かかってね、多分。でそれはもうアジェンダとしては出てるみたいだけど、今のところそれこそさっきの話と同じで、業者の方からやってくれという圧力があんまりないんで、役所はあんまりやる気がない、ね、ただ一応もうそういう声が出てき始めたのが大きな進歩です、うん、そうですね、今まではなかった、うん、飲んだり食ったりしてそんな話をずっとしてきたっていうことなんですけど、今回それがこうダメよってなったらちょっと滞るかもしれないですよね。そうですね、ただその飲んだりやってた人たちっていうのが、そのあんまりちゃんと民間側のことを伝えきれてなかったっていうのも残念なことですよね。行政側から言うと、こう要するにプロアクティブな一生懸命業界の考えていること、ユーザーの考えていることを聞いて、先取りしてっていう行政スタイルでやろうとしてきたんですけど、うん、それがその飲み食いみたいな問題で表面化して、うん、ダメじゃないかってなったら、うん、普通のお役所仕事に戻る可能性ありますよね。そうですね、うん、ただこれを機会にもうちょっとなんか、うん、その当てがわれた担当じゃないやつともパイプを作っていくようになってくれるといいんだよ。ちょっとその辺のシャッフルは必要ですよね、うん、もう本当ね、窓口になってる人っていうのはもう絶対に不快なことを言わないように、そこは言い方を変えましょうとかなんとか、それで食っちゃってるんで、うん、もう必要ないんですよ。それ民間の人のこと、民間の側、民間の側だ。